こよ。最後の占いスターティン。信長さんはなんと2018年の7月2日にあの配信の第6回に番組初ゲストとして来ていただきまして、なんと2年半ぶりということでございますけど、すごいよ、第6回の時だよ。本当に初期、初期ですね。今何回目、今だって今回ね、何回ですか。67回目。すごい、わー、すごい立ってる。67回ぶりの。そう、すごい立ってる。まあ、その間もね、松岡さんともなんかいろいろとやっぱり、まあ、この番組以外でもたくさん交流はあったと思うんですけども、そうね、このねご時世になってもやっぱり変わらず全然連絡取り合ったりとか。そうだね、あと共演も純粋に多いし、さすがにあの2回目の緊急事態宣言出てからね、はい、ちょっとね、あのなんかお互いの家とかでも会ってないけど、はい、そう、でも現場で会うからね。そう、大抵ね、はい、あの自分が入ると、はい、あのさ、今あの外にさ、はい、中のスタジオを見れるあのモニターあるじゃん。あります、あります、はい、うん、毎回ね、自分とある現場行くと、はい、信長の右斜め上からこう細かく映してる場面を見る、はい、あ、まあ呪術改正なんですけどね。まあ収録はもう終わっちゃいましたけど。あ、そうなんですね。呪術はね、そうそう、呪術はなんか珍しくって言うと変だけど、はい、あの一緒組じゃないもんね。そうそうそう、そうなんですか。絡まないから、あ、うん、そっか、役柄的に分かんないけど、それと今アニメってとこでは絡まないから、はい、そうそう、大体の作品なんか絡むもんね。そう、なんかよくバディだったりとか、なんかライバル的だったりとか、そういう掛け合いされてる印象が。だからあの今だとさ、あのいわゆる進化論的なもので、はい、枝分かれがしてのっ、おのおのが、はい、おのおのに進化してってるから、うん、あ、うん、そうね、共存できるようになったよね、うん、おのおののポジションで。だから多分今だとあれじゃない、同じ役を争うってことほぼないんじゃない。あ、そう、まあ、同じ役は多分受けてはいるし、うん、候補に残ることあっても、なんか確かに最終候補で2人、俺ら2人っていうことは多分減ったね、昔はあって、うんうん、そう、最初の頃は結構お二人でかぶられてたり、新人の頃なんてもうなんか新しいやつ出てきたぞ、はい、特に俺らの時代ってもっと、うん、あの男の子が少なかったというか、はい、うん、出るのが稀有だったから、はい、そう、出ると大体みんなに名前覚えてもらって、はい、同じオーディション受けてて、はい、大体みんな被ってるみたいな。なるほど。ソードアートオンラインだってキリト役で割と最後の3人ぐらいのうちの2人だった。そうなんですね。とかでも進化論は確かに、でも進化ってさ、はい、生き残るためだから、そうです、ね、確かにね、そう、淘汰されないように各々それぞれの形にかぶんないように進化してって特化してったっていうことよね。だ、幅広いから同じレンジのこともできるけど、こう、うん、一番の得意ラインみたいなのが、そうそうそう、だんだん個々が確立されていったみたいな。そう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 、あったよ。だからね、共演本当に増えたのもそれもあるから嬉しいなって、うんうん、最初の頃そう、はい、被ってたからできなかったね、共演あんまり、同じ役争ってたりと か、ね、この作品出るならポジション被ってるから一緒に出られないよねみたいなのから、そう、だんだん各々の役で出るようになってって、はい、そうそうそう、共存できるようになって、うん、昔だとね、同じ現場になったとしても AB みたいな感じだったからね。そうね、そこで仲良くなったからね、うん、生徒 AB のコッキーに仲良くなったから、はい、懐かしいね。火曜日また会おうぽむするんぺ。